佐賀に来ました。ですね、ずっとこの頃水温高かったので、魚がちょっと沈み気味です。ですので、今日はザブラバイク 25g ですね。これはまあ闇イワシなんですけど、これパッケージから出してそのまま、もうそのストックのままで十分 OK です。私はもうスナップ使う派なのでこのままです、ね、これ 25g これでまあ沈みも適当な感じでいい感じで沈むので、広いレンジ下げてみたいと思います。ちょっと見ますかね。まずはあの火の方、赤い方にアプローチしてください。今ボートポジションで 15m ぐらいですかね。ちょっとワンドの奥の
ちょっとエリア変えてみましょう。ですね、次っていうかさっきのポイントから今度は直接潮が当たってるところではなくて島影の、潮裏のワンドに移ってきました。こちらの方が多分ベイト気があるのかななんて思っていたんですけどね、まあ、先ほどと同じように、まあ、岸からの岸へのアプローチから釣りを開始したいと思います。こっちの方は水の方がいいかな。綺麗です。先ほどのポイント、潮裏のポイントから今度はもうマルキン潮がぶつけている表エリアに回ってきました。まあ使うルアーそのまま 25g のザブラを闇岩してアップしたいと思います。チェイスしてきました。まあまあのサイズチェイスだけでした。これシーカスだよね。結構このエリアは青物もいるのでね、青物はちょっとこのタックじゃ立ち行きできないので、自分の周りにはジャンプしない。Thank you.
いいシーバスだ。ほらどうですか。どうすかこれ。ほらこの太さ、見事な球場アップでしょ。ほらちょっとこっちがルアーはね、こっちが目についちゃってるんで あれなんですけど、この太さどうすか。ザブラバイブやるでしょ。95ぐらいあるので、まあまあいいサイズですよね。ああ重いっすもん。ほらこれが宮城のポテンシャル、そしてザブラの威力ですよね。